今ですね、ホット平山に着いたんですけども、学校の校門から入ります。もうこのね、小学校は使われていないということで、でもいいじゃないですか。なんかこれ川の音、下滝でもあんのかな。ちなみにこれは明るく頑張る平山っ子で、いくつか看板が落ちてるというような感じです。そうか、いいね、今日ここに泊まるんやな。なるほどね、あれはルクがバル山っ子じゃなくて、歩く頑張る、明るく頑張る平山っ子。なんか転がって転がってる。ああ、なるほど。これ今ホット平山さんにお邪魔してるんですけども、中お邪魔します。これ何のあの、これね。これは、なんか地域のこのロビモートさんっていう、美容室、高知市内にある美容室の方、合宿みたいな毎年してくださってるんです。それなんか寄せ書きで。これイラスト可愛いですね。これは草刈り機さんって言ってヘルプマンっていう漫画を、漫画家の方が来たんですか。あの土佐山、この大戸平山も土佐山城なんですけど、はいはい、土佐山城に在住の、今もずっと現役の漫画家、現役で、はい、競輪野郎とかヒルプマンっていう今されてる方で、これは三山ひろしさん、映画歌手の方ですけど、が取材で来てくださった時に。なるほど。ちなみにこれすいません、 YouTube でアップさせてもらっていいですか。ぜひどうぞどうぞ、はい、260人の YouTuber なんですけど誰にも大概宣伝になりませんけども、でもいいですね、これ。ここって宿泊施設になったらいつぐらいなんですか。平成19年、もう13年、そうですね、はい。大体の戻りは何時ぐらいのこと、何時の戻りよって今日。ここから高知市内前に10分ぐらいですよね。高知市内、まあ、高知駅そこまでしたら40分ぐらい倍やん。この後ちょっと高知でチンチン電車乗りに行かったでしょ。あ、すごいね、これ綺麗ね、めちゃくちゃ綺麗やん。へえ、ここだから小学生の方が通ってたということですよね。そうです、そうです。ここに今日泊まれるんやって、最高やん。あ、部屋はこれですね、はい、ありがとうございます。今日怖い話しようか。ちなみにね、この奥は何なんですか。開けていただいたら、もともと図書室だったか、図書室だったところで、今はね、会議室これは今日使っても大丈夫なの。綺麗やん。あ、すごい。とにもかくにもいいですね、これ。ありがとうございます。ですね、今ホット平山のこれ図面なんですけども、ちなみにごめん、我々2階のどの部屋？この部屋今おんのが。で、1階も今日我々貸し切りやから全部見ていようみたいな感じ。はい、放送室どれ？それちょっと今から見に行きましょうか。これ職員室でしょ、ね、職員室も見に行こうよ。学校ってええな。だから体育館行く、体育館行く、学校ってええな。ここですね、これ今2階なんですけど、一緒に泊まる人たちが興奮をしてまして、この学校の雰囲気やっぱりいいよね。この机といいね。あ、これ何、応接、あ、トイレここやね。はいはい。で、ということで今からおりますけども、これ泊まった人のメッセージやね。すごいな。いや、これでも絶対いいとこですよ。ちょっと中一回も見させてください。なんか放送室があるってお聞きして。なるほど。あ、あれ、これ洋室もあるんですか。一応、はい、工場室だったところ。へえ、工場室あるんですけど、別に放送ができるわけではないんですか。あ、機械はないんですね。機械ないねんって、放送室の機械はないって。ないんですか。みんなマイクを使いたかったみたいで。あ、ごめんなさい。いやいや、あ、でも綺麗な、うん、あとなんか体育館がどこの辺にあるの。ちょっとね、この正面玄関の前とか下にある。体育館でバスケットボールとかありますかね。あ、ありますよ。
え、貼りますていうか、今日すんの小学生よ。あ、いい、うん、ちょっと久しぶりに行かないぐらい。あ、はい、まだ声かけない。あ、じゃあ今日は何なんですか。厨房ですね。これはだから、まあ別に使っても我々あんまり使い道がないんでしょうね。うん、そうです。こちらもあのスタッフ用の厨房になって、お食事好きなお客さんとかには。なるほど、はい。これ泊まりに来られる方ってご家族連れがやっぱ多いんですか。そうですね、家族連れが多いですね。どの辺の地域の方が多いとか、まあ、やっぱバラ大阪兵庫が多い。関西勢が多いねんて。関西圏、はい、じゃあ我々も友達に広げときます。はい、了解です。からですね、ホット平山の体育館に行ってみます。この体育館も使えるそうです。もうすでにですね、これ電気もつけんと遊んでんのかな。なんか2人が忍び込んだようですけども。おお、広い、すごいねこれ。え、これも貸し切れんの。これイベントとかできるやん。ステージもあるやん、ピアノもあるし。ここですね、ホット平山なんですけども、こんな感じでですね、体育館もあります。そしてこの体育館も今日は自由に使っていいよと言っていただいてます。バスケをやってる人もいます。もうね、ホット平山の体育館で騒いでおります。みんなね、楽しそうに。学校っていいですよね。学校に泊まれるなんて最高じゃないですか。しかもね、今日はまあたまたまなんでしょうけど、我々、5人だけの泊まりなので全部屋使っていいよみたいな感じで言っていただいて、すごく親切にしていただいてます。ホット平山最高。